波長の現代ミクソリディア戦法プレイミクソリディア戦法は以下の3つのうちいずれかを指す。この戦法は南インドの古典音楽であるカルナータカ音楽においてハリカーンボージーとして知られている。路長のディアトノンの古代イギリシャミクソリディア戦法プレイ、歩長のクローマティコンの古代イギリシャミクソリディア戦法、テトラコルドエと B の結合。C が結合音となっており、 逆に開始音のオクターブ上は D で切り離されている。プレイ包丁のエンハルモニオンの古代イギリシャミクソリディア先法、テトラコルド A と B の結合。C が結合音となっており、逆に開始音のオクターブ上は D で切り離されている。プレイミクソリディア先法の考えは古代イギリシャの音楽理論に由来する。古代イギリシャのミクソリディア先法は、 紀元前7世紀の詩人であり、音楽家であったサフ法フによって考え出された。しかしながら、ミクソリディア戦法として古代ギリシャ人が考えたものは、現代の戦法についての解釈とは非常に異なるものだった。ギリシャの理論では、ミクソリディア戦法は古代ギリシャヒポリディア戦法を逆さまにした音階を用いた。ディアトノンでは、これはパラメセパラミス。 ディエゼブメノンの第一音から、ヒュパテヒュパトン、ヒッポティハイパトン。最低テトラコルドの最低音へ加工する音階である。ディアトノンでは、一つの全音、パラメセカラメセメセ。二番目のテトラコルドの最高音は、結合し逆さまにされた二つのリディアテトラコルドへ続く。このディアトノンによる音階は大雑把に言って、ピアノの発見で、上のロートから、 下のロートまで DCB と弾くことと同じあり、現代ではロクリア戦法として知られているものである。とエンハルモニオンのテトラコルドは、それぞれ単三度と二つの半音の組み合わせ、及び超三度と二つの四分音の組み合わせから構成されている。もともとはギリシャの理論の伝統的なハルモニアイの一つとして指定されて用いられ、 その名は2世紀の理論家プトレマイオスが7つの都ノイを定義する際にも他の6つと共に用いられた。4世紀後、ボエティウスがプトレマイオスの著書をラテン語に翻訳したが、この段階ではまだ音階ではなく、天長の種類の名称という位置づけであった。聖火理論が9世紀に初めて体系化された時、7つの戦法に8番目のヒポミクソリディア戦法が加えられて、 著者不明の論文音楽論別記の中で再び用いられた。この論文の説明は新しい解釈と呼ばれ、8つの全音階のオクターブ種、内し音階のセットの一つとしての新しい概念を初めて与えた。ミクソリニアの名前は中世教会音楽における8つの境界戦法の一つ、第7戦法として用いられるようになった。この戦法は、 ギリシャの戦法のような発見でのロートから上のロートまでを指すものではなく、尊トトから尊へのナチュラルの音階で構成される正確戦法となった。以下の二通りに定義された。この中世の理論構造は、尊トトから上の尊へのナチュラルでの音階を示すミクソリディア戦法の現代の用法につながった。同じく尊トトを終始音に持つ変革戦法は、 ヒポミクソリディアと呼ばれて、第8戦法に位置付けられ、ミクソリディアのように以下の二通りに定義された。都庁の現代ミクソリディア戦法プレイ。現代のミクソリディア戦法の音階は、7度が半音低いことを除くと、超音階と同じ前半音の組み合わせである。ミクソリディア戦法は、超長の5度上の戦法であることから、俗音階と呼ばれることもある。音階の弦七は、 蝶の中音から離れた三前音である。ジャズ、ファンク、ブルース、ロックといったクラシック以外の音楽でよく使用される。蝶々の音階を全然半全前々半とすると、ミクソリディア先方での全音と半音の順序は全然半全前半全となる。調合は左の音の並びに応じて定まる。蝶々の5度下と同一になる。以下に実際の調整の例を示す。 波長のモロク音階。プレイ、モロク音階は、ミクソリディア戦方と同一のものであり、クレズマーのミュージシャンによって使われる名称である。クレズマーでは通常波長に移調され、手話音として C、K、G7 が用いられる。ありがとうございます。